幾度も時は繰り返し、人も国もその多くを失っていく。何もかもが幻想の流れに溶け込んでしまう中で、かろうじて生き残ったひとかけらの物語を人は伝説と呼ぶのです。思えばあの出来事はまさに古の言い伝え通りでした。彼らは空の果てからやってきて、この国を我が物にしようとしたのです。精霊の力は衰えてゆき、闇が皆の心を覆い尽くそうとしたその時、私はまだ少女の面影を残した小さな勇者に出会ったのです。おお、アーシャよ。こんなところにいたのか。なになに？誰かが助けを求めているような気がするだと？はっはっは。もう戦士になったつもりでいるのか。さあ、早く来なさい。皆が待っているぞ。
少々。よう。
Yeah!
なかなか会えんでない。タイトル画面に戻るんじゃな。モンスターワールドへようこそ。選んでモンスターワールドへようこそ。本領の設定ができるんじゃ。キーコンフィグを設定できるんじゃ。お？
Yeah!
セーブするかの。
パラーパ。ラパラーパ。砂漠の我々ラパダーナの民は、ではしきたりにのっとり、汝はいついかなる時も平和を愛するすべての誓いますか。あなたを戦士として認めます。おめでとう。あなたのような勇ましい女性に出会えてとても嬉しく思う。今後の方うぬ、そうですね。あなたを真の戦士と見、実は長年にわたって何かが起こっているのです。遠い空を覆う。このままではお願いです。精霊たちを助け出し、あの暗雲を呼び覚ました闇の力、頼まれてくれますか。ありがとう。この国ではラパラーパ、ラパーヤハヤハヤ。ラーパラーパ。
Hey!
ッポラッポはっ。ラッパラッパ。ラッパラッパ。ラパラパ。ラパラパ。セーブするかの。